やっぱりまあ海外の選手のね強さっていうのはまあ何回も対戦して分かってるので、やっぱりそういうところに打ち勝っていって、まあ自分ももっともっと上のレベルに到達できるんじゃないかと思うので、ぜひやっつけて勝ちたいですね。まあ、日本でその日本一を決めるのもいいですけど、やっぱりその見てて、まあやっぱりすごいダーツ、よりすごいダーツが見れるのはもう間違いなく世界だと思うんで、やっぱりまあその世界的になっていくのは全然いいことだと思いますね。まあ、前回は本当に国内の大会の一つっていうまあ気持ちもあったんですけど、今回やっぱり普段できない海外の選手ともまあ当たると思うので、前回チャンピオンとしてこのスーパーダーツをね背負っていきたいなと思います。もちろん優勝です。ここ一発の集中力ですかね。まあ入れなきゃいけないところで、まあ入れれてきたので、今までそのワンデーの一発トーナメントにまあ強かったんだと思います。その場面になるともう周りの音も聞こえないぐらい、マシンと自分との世界に本当入っていってると自分の中でも思ってる、そういうところじゃないかなと思います。僕は駆け引きはあまり得意な方じゃないので、力でグイグイ押していくダーツをまあ目指してるんで、今まで通りの自分でまあ行きたいと思います。まあ相手がまあ海外の選手であろうと、そこら辺はあまり変わらないですね。最終的な目標は PDC の世界チャンピオンではあるんですけど、その今の自分を支えているのは間違いなくソフトダーツだと思ってるんで、ソフトダーツでも世界チャンピオン取りたいと思ってるので、まあ、今回ねそれが取れれば本当にいいなと思います。